おはようございます。ガレージライフのお時間です。今日の動画は前回の動画でトランク、そしてエンジンルーム、そして足回りの部品と錆落としをして塗装をして綺麗に仕上げてきました。あとは室内側を板金塗装すればボディ作業は終わりなので、今回はフレームの錆落としをして室内を綺麗に仕上げていきたいと思います。他にもこの車雨漏りしてて床が水浸しになったりとかするので、シーリングの打ち直しとかステッカーを剥がしたりとか、この辺磨いて綺麗にしたりとか、今回の動画は結構細々した作業が多かったりするんですけど、今回の動画でこのスーパーセブンのボディ作業が終われるように頑張って作業をやっていきたいと思います。それじゃあまずはフレームの錆落としからといきたいところなんですけど、このままの状態だとちょっとフロアがね汚くて、フレームの錆の状況とかがいまいちよくわからないので、一回室内きれいにしていきたいと思います。結構室内砂とか泥とか砂利とかで汚れています。この辺は掃除機で吸って水拭きかな。さすがに水流すほどはできないと思うので、掃除機で吸ってで水拭きしてフレームの錆の状態をチェックするっていう形で一回やっていきたいと思います。ダイソン、ちょうど今神さんが出かけてて家の中からパクってきました。これで掃除していきます。多分これバレたら怒られるやつ。この動画は神さんに見られないように頑張ります。水拭きしていきます。シンナーで拭いたらより綺麗になりました。そしたらフレームの錆落としをして塗装をする予定だったんですけど、掃除をしてたらね、やり残してた作業を見つけてしまいまして、ここフロアパネルなんですけど、下側からねぶつけたのがこういう感じでね膨らんじゃってます。これ今室内側にこう飛び出てきてる状態ですね。フロア側から見るとこの辺なんです。あ、ここですね。ここなんですけど、ちょっと分かりにくいですね。汚いしね、汚れてて、ここがねへこんでます。ハンマーとあとドリー、これドリーって言います。当て板ですね。これパネルの裏側に当てて、上側からハンマーで叩いて鳴らしていきます。だいぶね、戻すことができました。シート乗っけたら隠れちゃうんで、これはこのままで大丈夫ですね。裏側はここですね。こんな感じになってます。だいぶ綺麗になりましたね。これでやり残してた板金作業終わったので、心置きなくフレームの錆落としができますね。とりあえず今の現状としては、エンジンルームとかトランクと同じでそんなに錆はひどくないですね。フロアカーペットが乗っかってたこの上側だけ塗装が剥がれて錆が出ちゃってますけど、それ以外の部分は全然錆がないです。綺麗ですね。まあ、表面さらっと削って、で錆止め転換剤とか入れて塗装っていう感じでね、サクッと作業を進めていきたいと思います。それじゃあグラインダーで錆落としやっていきます。綺麗に錆が落とせました。フロアもこんな感じです。シリコンオフで脱脂をしていきます。それじゃあ塗装やっていきます。今回はハケ塗りです。フロアの形状がねバッチョン描いたような感じで、マスキングとかも難しいし、シートとかフロアカーペットとかつけたら隠れる場所なんで、あんまり見た目気にしないからハケ塗りでやっていきます。
ここね、がっつり目につくところなんで、ノンサンとか今までのフレームの塗り方じゃなくて、普通のサフェーサーを塗装して、乾かして、で、研いで足付けして、で、色塗ってクリア塗ってっていう形で、ここだけ普通にやっていきます。それじゃあ、塗装タイム、行ってみよう。赤外線のヒーター使ってサフェーサー30分しっかりと焼いていきます。サフェーサーが乾いたら800番のペーパーで表面研いで、塗装がしっかり密着するように足付け、そしてもう一回脱脂して色を塗ります。塗装30分後、まだ全然乾いてないから触れないです。でも綺麗に塗装はできました。ここはね、目につくところだからガンで塗りました。今赤外線でね、一生懸命乾かしてる最中です。そしてフレームは隠れてしまうんでハケ塗りでやりましたね。こっちはもうだいぶ時間経ってるから、あ、触れますね。こっちは大丈夫。いいですね、サビもなくなって綺麗になりました。そしたら次はフロアトンネル、ここですね。室内側からだとちょっと見えにくい、この隠れちゃってる部分、こことか、あとこっち側とか、フロアトンネル、ミッションがつくところとか、まあ、フレーム、これボディのトンネルの中に走ってる角材のフレームとか、これもペーパーでサビ落としして、必殺サビ封じ入れて色塗ってっていう感じでやっていきたいと思います。それじゃあ映像をスキップします。名車再生スーパーセブン、チャンネル登録よろしくね。新しいカメラ、うわ、めっちゃ画質いい。おー、すげー、このカメラすげー。新しいカメラ買ったんで、ちょっと試しに撮影してる最中です。トヨちゃんが使ってたやつ買っちゃいました。同じ機種かな、 GH99 っていうパナソニックのルミックスデジタル一眼ですね。15万、ちょっと高かった。この今まで使ってたこのね、ハンディカム、だいぶね、塗装でやられてきたというかね、最近調子あんまり良くなくて、音声もおかしかったりとかしてたんで、塗装でね、多分ね、ダメージ食らってもダメなんですよ。見た目ね、見た目結構ね、汚れてるんですよ。やっぱ塗料がね、いっぱいついてたり、こんな感じでね、5年ぐらい使ってるかな、結構ね、使い込んだんで、そろそろもういいでしょうと思って、もうレンズがもう汚いんですよ、塗装で汚れちゃって。だいぶ汚れがすごいんですよ。ということで、とりあえずこの新しいカメラで一回この車撮影してみます。あのフロアトンネルのところのサビ落としと塗装も終わったんで、それも合わせて一回この車全部まるっと撮影してみます。特に何を撮ればいいか分かんないんですけど、とりあえず全体流すように撮っていきますね。まずはエンジンルーム、今までのカメラと比べてどう見えてるか、パソコン画面で見ないとね、ちょっとわからないですけど、今僕のカメラで映してる限りではめちゃくちゃ綺麗な映像になってるんですよね。ちょっとね、ホコリかぶっちゃってるからなんかくすんだようにも見えなくはないですけど、こんな感じですね。ブレーキフルードでね、塗装が剥がれてたここのマスターシリンダーの取り付け部分、こんな感じです。そしたら次は室内、インパネ、さっき塗装してた部分ですね。あ、いいね、このピンボケ遠近感のあるような撮影の仕方、カメラが勝手に調整してくれる。ちょっとね、カメラが重いからね、撮影するのがちょっと難しいですけど、でも手ブレ補正も一応効いてるんで、そこまで映像のブレはないかな。そしてフロア、サビ落としして綺麗になりました。で、フロアトンネルこんなんですね。さらっとサビ落としして色塗ってみたいな
この辺はね隠れるから割と適当って言い方はおかしいかもしれないですけど、まあ適するやり方で、ガンがね入らないですからね、ここねハケで塗るしかないんで、こんな感じです。フロア下はこんな感じになりました。ちょっとねアルミパネルが汚れてたりしたんで、灯油で拭いてシンナーで拭いて綺麗にしてって感じです。でもアルミパネル自体がね白サビみたいなのが出ててプツプツしてたりするんで、それはもうどうしようもない感じですかね。このねプツプツ、これは落とせなかったです。でフレームはサビ落としして塗装をしてあります。綺麗になりましたね。エンジンルーム側も下から覗いたらこんな感じですね。ちゃんと裏の方までね色をかけてあるんで綺麗になってます。そしてトランク、サスペンションつくところは真っ黒に塗りました。ここもね後で塗装する予定です。ここも黒く塗ってホイールアーチの中は全部黒く見えるようにする予定なんで、こんな感じになってます。でナンバーのブラケットをスペアタイヤが付けれるようにね、こっちに溶接して付け替えました。溶接した部分はこうなってます。お、ピントが合わないか、こんな感じ。これ以上寄るとピンボケしちゃう。でステッカー剥がし、さっきやりましたよね。あ、すげえくっきり映る。ここ傷があるんですよ、エクボがついてる。これ後日ボディ磨き入れるときにね、こういうへこみとかも直していきます。そしてトランクルーム、上からのアングル、こっちは左側ですね、左側面。まあ右側とそんなに変わらないから、こっちの映像はそんなにいらないかな。一応撮っておきましょうか。あ、逆光になっても綺麗に映るこのカメラ。あ、今までのカメラこのアングルで撮るとね、外が明るくて手前側黒く潰れちゃってね、うまいこと撮れなかったけど、逆光でもしっかり撮れる。あ、いいねこのカメラ、すごい頭いいわ。全部自動でやってくれるんだもんな。ついでにホーシング、ちょうどここにね放置されてたから、ホーシングはこんな感じ。そしてこの後の動画でやるであろうミッション、オイル漏れしてちょっとギトギトな感じなんですけど、こうですね。そして車の心臓部、エンジン。あ、綺麗だな、画質めっちゃ綺麗。スーパーセブンスプリントっていう感じですね。どうですか、結構アラが見えたかもしれない。今までのカメよりめっちゃ画質いいですからね。まあアラが見えたとしても見なかったことにしてください。一応ね動画にするからそれなりには作業やってるんですけど、どうしても環境的にねこれ以上どうしようもない部分とかもあったりするんで、プライベートでねガレージで作業やってるわけですから、このぐらいな感じです。はい、多分動画の中では映像がね前後しちゃうと思うんですけど、今こんな感じですね。サフェーサー入れて乾燥させてる最中、待ち時間もったいないですからね。ここのステッカー剥がしていきます。前のオーナーが貼ったやつなのかな、いやその前のオーナーかもしれない。まあどっちかわかんないですけど、ちょっと僕の趣味には合わないんで剥がしてしまいます。というかこれからは僕の車、僕との思い出をたくさん作っていこうっていうことで、前のオーナーとの思い出は一回リセットさせてもらいます。よいしょ、あ、ダメかな、ノリ残るかな。あ、残っちゃうね、この子。
あ、この子は平気。よいしょ。いけー。よし。残った糊の跡は芯内で落ちるかな。若干ね、糊が両面テープが残ってたりするんで、シンナーで、あ、落ちますね。シンナーでいける。シンナーで拭いて、きれいに落としましょう。うわぁ。たっぷり両面テープ残ってるのは、もう、なんか、ベロッベロになりね。うわ、うわ。これ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 。海苔の残りというか、こんな感じで、ほら、ブジュブジュブジュっとした変な感じになりますね。あ、でも、落ちるね。問題なく落ちるね。チーム腰痛、子供みたいな大人が乗っています。で、ここシートつくと、ここがね、見えるんですよね。ここのバルクヘッド、ここも磨いてちょっと綺麗にね、していきたいと思います。とりあえずステッカー剥がしていきます。多分これはそのまま剥がれん、あ、いや、温めよう。これ傷だな。これ糊だと思ってたら傷でした。これ糊残りじゃなくてパネルに傷がついてます。ステッカーで隠してたんですね。それじゃあパネル磨いていきます。磨きに使うのはボディ磨くときに使ってるポリッシャーとスポンジバフ、そしてコンパウンドはブルーマジック、これ使っていきます。これね、前のオーナー、このケーターハム乗ってたオーナーからもらってきました。このケーターハム磨くのにね、これで磨いてたらしくて、まあケーターハムなくなるからね。だから一緒にこれも持ってって、車磨くのに使ってあげてって言うんで、これ使って磨いていきたいと思います。初めて使います、ブルーマジック。いわゆるメタルコンパウンドですね。金属磨き用のコンパウンド。ハンネリタイプです。これをスポンジにちょんちょんちょんとちょっとつけて、最初だからちょっと多めに、スポンジ乾いちゃってるから。このまま磨くとあちこち飛び散っちゃうから、ちょっと養生していきます。それじゃあ磨いていきます。初めて使うんですよ、ブルーマジック。めっちゃ綺麗になる。マジで？あ、すげえ綺麗になる。あ、でも傷みたいなのはやっぱ残るんだね。ツヤ出しなのか。金属用のツヤ出しなんだ。さっと磨いてみたんですけど、これです。これです。この輝きです。すげえ。さすが金属用のコンパウンド。ただ傷というかね、こうなんかこう線傷みたいなのやっぱ残りますね。あくまでもツヤ出しというか光沢出しみたいな、そんな感じです。元の状態はこう、このくすんでるのがこうなります。いや、すごいね、すごいね。ちなみにこの車、外装もそうだし内反とかもそうなんですけど、アルミパネルにクリア塗装は入ってないですね。年式とかによってはクリア塗装されてる車もあるっていう話を聞いたことはあるんですけど、ただうちの車はされてなかったです。クリア塗装も入ってないし、アルマイト処理もされてる感じはないですね。削ったりとか磨いたりとかした感じ、そういうのはなさそうです。本当に無垢のアルミっていう感じなんで、このまま磨いていきます。それじゃあパネル全面磨いていきます。で、ちょっとしつこいぐらいに磨いて、ちょっとこのね、ステッカーの糊の跡とか、あと傷とかも磨きで落ちないかどうか、ちょっとしっかりと磨いてみて、試してみたいと思います。すげえ綺麗になんじゃん。マジか。こっち側も磨こう。
すごいピカピカになった。この白ぼけた感じのパネルからのこのピカピカ、すごい。でこう蛍光灯で透かしてみると結構ほら、スクラッチ傷みたいなの残ってるんですよね。こういうのはね落とせないっぽいですね、このブルーマジック。ただお手軽に仕上げるんだったらありなんじゃないかなっていう感じですかね。ぬるっとした金属光沢が出ます。でこれシートがついてしまうとほとんど見えなくなって、見えるのはここのセンターの部分だけなんで、こっちの方とかはねそんなに磨き込んでないです。さらっとさらっと汚れ落としたような感じですね。なんかねでも磨いてた感じ、金属磨いてるというよりかは磨きながらも表面なんかコーティング塗ってますっていう感じのコンパウンドですね。すごいね油分がぎっとりしたような感じがします。でさっきちょっとね試しにやってみたんですけど、これシリコンオフです。シリコンオフつけたので見えるところにやるのは嫌だからちょっと下の方でやると、こうやるとほらここのラインとか、ほらシリコンオフで拭いたのとこのブルーマジックのコーティングっぽいのが残ってるのとこんな感じになりますね。本当に表面油塗ったようなそんな感じです。シリコンオフとかで表面拭き取っちゃうと白ぼけがね戻っちゃいますね。ちなみにこれ塗装とかに塗るガラスコーティング、これ塗っても表面の油っぽいのが落ちてきてくすんじゃったんで、もうブルーマジックで磨いたら磨きっぱなしの方がいいと思います。これ塗ってもねシリコンオフで拭いた時みたいに白ぼけが出ちゃいました。そこまでアルミパネルピッカピカにしたいっていうわけでもないから、白くくすんだ感じがなくなればいいかなっていうつもりだったんで、このままでいいかなと思います。それじゃあ次はシーリングを入れていきます。純正でもねこういう感じでパネルの合わせ目に入ってるんですけど、まあところどころ剥がれてきてたりとかするんで、そういうところはちゃんと剥がして入れ直すっていう形ですね。他にも純正でもともと入ってないような場所とかもあったり、向こうのエンジンルームが筒抜け状態。一応入れていく場所のメインとしては純正で入ってた場所の入れ直し、あとあからさまにここ入れなきゃ水入ってくるだろうっていう場所も入れ直し、それ以外は特に入れる予定はないです。で水抜き穴とかなんですけど、この車ねフロアに水抜き穴がないんですよ。助手席側にもないですよね。多分なんですけど、こっから水抜きとかそういう感じだと思うんで、まあその辺考えて水抜ける部分とかを考えながらコーキング入れていくような感じでやっていきます。まずはエンジンルームからいきます。シーリングする場所にはマスキングをして、見た目が綺麗に仕上がるように養生をちゃんとやっておきます。マスキングテープを剥がす。よいしょ。真っ黒で何が何だか分かんないな。一応はみ出したりとかもなくね、かなり綺麗に入れることができました。そしたら同じように他のところも全部入れていきます。とりあえず現状今入れれる場所はコーキングすべて入れ終わりました。自分で溶接して付け直したナンバーフレームのところ、自分でコーキングを剥がしたフロアのところ、ここのバッチョンになってるところにも打ってあるんですけど、これはバックパネルがねバタついてパタ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 しないようにするためのコーキングですね。トランクのところもこのバッチョンになってるのはこんな感じで入ってます。
これ純正でも入ってたんで、それと同じようにね、入れ直しをしてあります。あとは室内のフレーム、これも純正で入ってたやつ剥がして入れ直しですね。動画の冒頭で映してた穴の開いてたところとかちゃんと埋めてあります。はい、それじゃあ今日の動画のまとめです。今日の動画はこのケーターハムのフロアパネル、室内をメインで作業をやりました。フレームはね、多少サビが出ていて、サビ落としをして綺麗に塗装をして、でコーキングも入れ直しをして、多分これで室内の水漏れは収まったと思います。フレームの状態がね、全然悪くなかったんで、まだまだこの先10年20年と長く乗れる車になってきたかなと思います。まだ雨漏れの原因として他にもステアリングシャフトのブッシュとかグロメットとか、そういうのもね、結構原因だったりするんで、まあ、今後組み付けの動画でこういうところも交換したりとかしながら、室内の雨漏れ対策は随時やっていきます。今回の動画でエンジンルーム、室内、そしてトランクパネルと全ての作業がね、ボディ終わったので、今後の動画は組み付けをやっていきます。足回りの部品とかも全部塗装して準備してあるので、もうあとは組み付けるだけ。部品もね、結構新しい部品がどん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 届き始めて、あそこのエンジンの下にある段ボール箱、これ全部新品部品です。トータルで20万ぐらいかな、30万ぐらいあるかな全部新品部品、着々と新品部品がね、届き始めてるんで、ダメな部品は新しいやつに交換して、このケーターハムをどんどん仕上げていきます。あのね、今円安じゃないですか。車が海外の車だからね、部品海外から仕入れてる形になるから、めっちゃ部品高いんですよ。びっくりするぐらい部品高いの。日本車の 1.5 倍ぐらいするのかな、部品の値段的に。完成させて最後計算したらめちゃくちゃ金かかってんじゃないかなっていうぐらい。今回塗装とかそういうのはないから、溶剤系のね、消費量そんな少なくて、まあ、塗料とか、まあ、シンナーとか、あとパテとか、まあ、そういうのはね、全然使ってないんですけど、部品がね、めっちゃ高い。でも、壊れてるのをそのまま使うわけにもいかないんで、もう壊れてる部品はちゃんと新しい部品にして、気持ちよく走れるように直していきます。何よりも僕の一番の楽しみは、今回このカメラですよね。カメラ。新しくなったカメラ。これがね、実際どんな風な映像になってるのかまだチェックできてないんで、うん、この映像と音声とね、チェックして、めっちゃ綺麗な映像になってるはずなので、より綺麗な映像と綺麗な音声で、面白い動画をお届けできるように、やっていきます。ということで、次回からケーターハム組み付けやっていきます。見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回もご覧ください。バーイ。